どうも、キウスケがまずです。おしゃ、公安。下半身ここちんはどこだというわけでですね、今回、ウマヅラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説のセガディケイン、ミスター関を呼んでおります。うまよろしくお願いします。ナイスですミスター関、ポコチンは、ヒジニャン。よく見つけた今回の都市伝説は、国家機密を取り扱うために判断されるセキュリティクリアランス制度。秘密を漏らしたら、最長5年の拘禁刑となってしまうかもしれない、超監視体制が敷かれようとしているので。というわけでですね、今回そのセキュリティクリアランスについて触れていきたいと思います。あまり報道はされていないけども、2024年2月、日本政府は国家機密の取り扱いを資格保持者に限るセキュリティクリアランス制度を経済安全保障に関わる情報にも広げる経済安保情報保護法案の概要を自民党、公明党両党に説明したというので、秘匿性の高い情報の流出を防ぐ特定秘密保護法を実質的に拡大する内容らしく、秘密の範囲が広がるとともに適正評価の対象となる民間人が大幅に増える見込みで、国民の知る権利やプライバシーが侵害される懸念が一層高まろうとしてる。シークレットフェイス映るんじゃねえよセキュリティクリアランスとは、政府が指定した安全保障上重要な情報に接する必要がある公務員や民間事業者に対して、政府が調査を実施し信頼性を確認した上で情報を提供する制度なんです。じゃあ政府と民間がその一般市民の情報を共有するっていうことですか。監視するってことですね。おーすごいよ。岸田首相のリアルフェイスっていうのが今後出てくるから。デスマスクじゃん。そしてこの制度は本人の同意を得た上で、国の行政機関が家族や同居人の生年月日や国籍、犯罪歴、薬物乱用、精神疾患、飲酒の節度、経済状況などを調査するというの。2022年末時点で評価保持者は13万人いるけども、大半は国家公務員で、民間人は防衛産業を中心に 3% だけども、アメリカでは評価保持者は400万人で、官民比率は7対3ほどだというの。そして自民党経済安保推進本部によると、先進国で経済安保に関する適正評価の資格を民間人が持っていないのは日本だけで、ようやく特別機微な情報について漏洩を防止する仕組みを作ることになったと強調されている。日本政府は2014年施行の特定秘密保護法により、防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4分野で漏洩すると、日本の安全保障に著しい支障の恐れがある情報を特定秘密に指定し、情報を扱う公務員を中心に適正評価を実施してきた。今回の法案では、サイバー、規制制度、調査、分析、研究、開発、国際協力の4分野で漏洩すると、安全保障に支障の恐れがある情報を重要経済安保情報に新たに指定したというのね。漏れそう調査されねえよ特定秘密と同じように適正評価を実施するけども、対象は防衛産業以外の幅広い民間事業者や大学を含む研究者などで、漏洩時の罰則は最長5年の拘禁刑とするとされてるのね。適正評価のための身辺調査は本人の同意を得た上で行うというけども、飲酒や経済状況、家族や同居人の国籍なども調べられる可能性があり、プライバシー侵害につながりかねない。そして国民の腸内細菌まで、ね、調べられるから、ね、マジですか。うん、もうだからね、パンチで絶対笑わねえぞそして共同研究に参画したい企業や研究機関に所属する人にとって、適正評価が事実上の強制になる恐れがあり、調査を拒否したり不適格と認定された研究者たちがその後不利な扱いを被る恐れも否定できない。この法案が国会で実現すれば、日本にもスパイ防止法が成立することに近い意味となる。俺が国会になる斜め上だなしかし特定秘密保護法もそうだけども、国家の重要機密を隠すためという名目で成立したけども、実際は国民から不都合な情報を遮断するための法案だったことが判明してるのよ。9.11 の時もそうだったように、スピード可決された愛国者法のように、テロを防ぐという名目であらゆるプライバシーが常に監視され検閲された、それととても似ているのね。じゃあさ、なめんでさ、国会になるって言ったら、はい、あの国会議員のさ、なんかネームプレートみたいなでしょ、はい、あの名前の入れ墨お腹に入れない、社会復帰無理だ今回のセキュリティクリアランスが対象となるのは民間人であり、政治家は特に触れられていない。それは国会に他国のスパイがいるからであり、彼らのスパイ行為は守られているのかもしれない。知事だ逮捕間違いないクロシュという字は今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとかできるの。